まれ動物の森、違うものが集まっちゃいましたね。どうも皆さんこんにちは、ゲンチャンネルです。というわけで3月20日、任天堂スイッチのゲームソフト集まれ動物の森が発売されましたね。ちょっとね、私動物の森って実は過去に遊んだことないんですよ。だもんだから果たしてどんなゲームなのかなっていうのちょっと分かんなかったんで、今回ですね、まあ、3時間ぐらいこのゲームプレイさせていただきました。でその3時間ぐらいのプレイをザクザクっと30分ぐらいにまとめましたので、私と同じようになんか話題になってるけどどんなゲームなのさって思ってる方いらっしゃいましたら、ぜひですねこの序盤のですねゲームプレイを見ていただきまして、まあ、どんなゲームなのか感じ取っていただけたらなと思うんですけど、えまさかこのゲーム知らない人ほとんどいないって俺ぐらい、いやそんなことないでしょね、まあ、相当人気のゲームだからね、大体の人がどんなゲームか知ってるんだろうなとか思いつつもなんですけれども、まあちょっとよかったらね、のんびり見ていっていただければいいと思います。非常に癒されるゲームだなと思っておりますから、じゃあ行ってみよう。はい、というわけで、私のですね大体3時間ぐらいのプレイをですねダイジェストで30分弱ぐらいにまとめておりますのでね、一緒に見ていきましょう。無人島に移住するという、もう誰もが夢にまで見たようなねあ、というわけでもキャラクター作ってます。まあね、そんなにねキャラクリ、まあ、髪型たくさんとかいうわけでもないんだけども、ちょうどいいバランスで、でどれを選んでもまあ可愛くなるよねっていう形でね、あいいよねなんて言いながらさ、あ選んでこんな感じになっちゃいました、私のキャラね。あーね、これねキャラ作っただけで褒めてくれるんですね嬉しくなりますよね。はい、そんなわけでね無人島に来ちゃいましたよね。無人島もね4つぐらいの中から確か選べたかなっていう感じでしたね。はい、早速無人島生活のオリエンテーションを受けていただきますということでね、まみきちさんが転校してくれますね。どうやらね私以外にも他に2人、無人島移住する方がいるみたいなんですね。ちゃちゃまるさんと何さんだっけちょ待って、ここ人類俺しかいない。というわけでですね、早速なんなんですけれども、まず自分の住むテントを張る場所を自分で決めます。木とか揺らしちゃったりするんだけどもね、どこにテント張ろうかなって、ここには無理なんで、ここに住みてえなテント生活が始まります。というわけでですね、ここにしました。まあ、となんか豆吉さんたち、あのたぬきさんたちがいるところ近い方がなんか便利かなと思って、でねこれ画面には見えないんだけど手前側に海があってですね、いいロケーションかななんて思ってね、そんな感じで選んでみましたね。てか考えながら場所選ぶの楽しかったりするんだよね。まあどこにテント張ってもまあそんなに不自由はしないかなといったところです。イエーイ、自分のテントを張っちゃったってね、違うテントも張っちゃったちょっとごめん、水飲んで落ち着こう一回、この後ねみんなで親睦を深めるためにキャンプファイヤーやるからっつんで、なんか集めてこいと言われました。木の枝をね、自分だけ木の枝を集める役になりました。他の人たちはなんか設営をしておりますけれどもね、なんで俺だけ違う役割なんだよ畜生とか言いながらも、ちゃんと素直に木の枝を集める刑事チャンネルであったということなんですけれどもね。さあ頑張って集めております、集めました。次は食べ物の調達だ。おいお使いクエストかよお使い、違うんです、これチュートリアルですからね、これ簡単なチュートリアルですからね、まあ、このゲームではあんまりチュートリアルないです。基本的に割と好きにやらせてくれる感じです。でも欲しい時にヒントはくれるっていう感じで、まあ、さすが任天堂のゲームだなという気はしております。親切丁寧、まあ、こういうなんかさゲームって何やったらいいか分かんないみたいになっちゃうじゃん、あんまりなりにくいっすね。ちょうどいいバランスでなんかやるべきこととかがあったりして、ちょっとごめんイヤホン抜けちゃったというわけでキャンプファイヤーやっておりますね。さくらんぼ集めた後にやってます。これだけ住民がいたらもはや無人島じゃないねというところなんですけれどもね、まあ、そんなこと気にしちゃダメじゃないのって、何かをひらめいた。そうだ、この島に名前をつけよう、一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだ。まあ、こういう時大体ね YouTuber っていうのはふざけた名前にしがちなんですけど、私一切ふざけてませんから、全然ふざけておりません。さあ何にしたんでしょうか私は。はい、動画止めて皆さん想像してください。当たった人には1000ペソあげません。答えはこれでした。お前泣いてんのかでした。お前泣いてんのか島ですね。はい、全然ふざけてないでしょ、ね、はい、
でもね、これね、可決されるかどうかわかんないから、ね、みんなも一人一個ずつ出してくるから、アイディアを。せーの、お前泣いてんのかほら、森森島とかワイルド島とかみんな可愛い。絶対そっちの方がいいに決まってんじゃん。これはね、ちょっと多数決では絶対負けちゃうな。ね、賛成なら拍手。いや、誰も拍手してくんないわ、さすがに、ね、異色のネーミングセンスとか言われてるからな。あ、全員賛成してくれた。嘘、大丈夫か お前たち全員が拍手を大丈夫か。どう考えてもダメな名前だろう。ということでね、僕が移住したこの町じゃない島は、お前泣いてんのか島になりました皆様のご支援をお待ちしておりますというわけでね、まあキャンプファイヤーもそこそこに、一晩眠りますが、まあ、こうなんか荷物あって、なんかね、いろいろあったんですよ。ラジオと、ラジオね、ちゃんとね、流れるんですよ。まあ何言ってるかわかんないけどね。あとランタンがあって、あ、明るくなる、これいいね。まあとりあえず、まあ眠りたいので、まあ寝床をね、用意して、ストレッチャーみたいだな、なんかストレッチャーみたいな、このまま眠っちゃう、眠りますよということで、眠るとですね、トタケケっていう人がなんか語りかけてきましたね、夢の中でね、そうだね、一人はいいねと。なんかシュールに深いこと言ってくるんじゃね。ちょっと長時間のあのトークになるので水とか飲みます、ごめん。そう、だからオンラインでみんなでね、遊んでも楽しいよっていうことを教えてくれてるのかな、ね、あるいは現実世界でもゲームばっかりじゃなくて、みんなとね、なんかやっても楽しいんじゃないのっていうね、そういうことをね、ゲームの中で教えてくれてるんじゃないのかななんてちょっと思います。というわけでね、言ってる通りね、このゲーム、このあとね、現実の時間と同じ時間で流れるみたいですね。みんな知ってんのか、そんなこと僕はあの動物の森ちょっと初めてだったんで、ちょっとね、わあそうなんだみたいな感じでやっておりましたけれどもね。はい、というわけでね、ここで大事なものをもらっちゃいました。たぬきちさんからいただきましたスマートフォン。このスマホがですね、まあ、メニュー画面みたいなものになります。そしてさらにこれです。移住パッケージの請求書なんだもんいやそうですね、これ旅行会社的なものだからね、渡航費、人件費、設備費、スマホ代、もろもろ合わせて合計49,800ベルになります。うん、右上に出てますけど、ベルゼロって持ってないんですよ無一文で来ちゃってるよねっていう話なんですけれども、さては無人島だからって何も持たずに来ちゃっただもんねそんなことあるかっていうか、このツアー後払いなの後払いね、これ大丈夫な、心配ないと、こんなこともあろうかと、前入りで支払っていく特別なプログラムということでね、優しい世界かよということなんですけれども、このタヌキマイレージプログラムとは一体どういうことなのかっていう話なんですけれども、このね、島の中でね、まあ、いろんな活動をするとマイレージが溜まっていって、それが支払いに充てられるということだそうです、ね、あんまり気にしなくていいのかなということでね、ここからね、生活が始まるという形になります。現実と同じ時間が流れていきますということです。これ昼間、例えば仕事してて夜しかできない人って、もうゲームやったらいつでも夜ってことか、ね、それはそれちょっと切ないところもあるよね。まあ、そんなわけで、じゃあ何しようかっていう話なんですけれども、まあ、まずちょっとスマホ眺めてみたりしましたね。たぬきマイレージって、ここにはですね、何をすればマイレージが貯まるのか、マイルが貯まるのかっていうのが書かれてます。まあ虫捕まえたり、クラフトしたり、魚釣ったりとか、そんなんでも、あと住民にいっぱい話しかけたりするだけでマイルがもらえたりしますね、みたいなことが書いてありますね。で、まだですね、開放されてないものもいっぱいあったりして、非常にたくさんのですね、項目があったりします。これでマイルを貯めていくといろんなことができるんですね。いろんなことっていうのは何なのかっていうのは、皆さん、まあおい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 で、早速ね、なんかわかんないけどマイルゲットしちゃっておりますということですね。はい、500マイルですね。この調子だったら5000マイルなんてあっという間だよね。そしてさらにですね、マイデザインっていうのもなんかね、スマホの中にあって、どうやらね、自分でね、デザインを書き込んでゲームの中に持ち込むことができるみたいです。
上にある2列はあらかじめ用意されているもので、こういう風にねカーペットみたいな形で敷物として引いたり、あとはトルソーやイーゼルにしてこのようにグラフィックを飾ることもできるね。これはまあ僕が作ったグラフィックじゃなくて元々入っていたものですけれども、これこんなのあったらねちょっと俺もなんか書き込んでみたいなと思っております。さあそんなわけで早速ですね、無人島生活スタートということで、結局やってることはさっきと変わんねえ、枝拾いだぜっていうことで枝を拾っておりますね、どんどん頑張って拾いましょう。拾ってまずはクラフトをしたいなっていうところですね。釣り竿ですね、というわけで集まったので釣り竿を作っちゃうわけですね。これね、たぬきちさんのクラフト台を借りております今ね、できたー。どう見てもね工具箱なんですけれどもね、これがね釣り竿でございます。しかもしょぼい釣り竿ということなんでね、まだそんなに釣れない、あるいは壊れやすいということなんで、じゃあ、まあ、海行きました。海釣りがいいなと思ってね、したら貝殻をまず拾ったんだけれども、海にはこれ釣れんのかなーなんつってね、これね、また貝殻拾っちゃったりするわけで、早く釣れよ釣れっていうことでね、はい、チャプチャプ、あ、これ魚釣れんのかなーなんつってまずやり始めた釣りなんですけど、一向に釣れません。当たり前です。これ魚の影見て一切ないんですね。魚の影があるところで釣り竿を垂らしましょうね。まだ理解してません、ゲーム内の私。あ、ここで釣ってる人いる、俺も釣ろうかな、釣ろうかな、チャチャ丸が釣ってっから釣り上げるぞ、ふんふんとか言ってるから、俺もじゃあここで釣ろうかななんてね、思いつつも、なんかですね、携帯がピコピコ鳴ってたので携帯をいじりました。住民の人たち全員に挨拶をするとマイルがもらえるっていうので、またマイルが溜まっちゃうんですね。やった、ええこれ何マイル、300マイル、これおいおい5000マイルあっという間だとか思いながらマイルを貯めながらやっておりますけれども、まあ何はともあれ釣りです。はい、2人並んでね釣りですよ。さっきも言いましたけど魚の影がないですよね。ここでねいくら垂らしてもね何も釣れないんですねこれ無駄な時間を過ごしてますけれども、なんか癒されるよね。無駄なんか、ほらほらほら、いた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 、魚、魚の影、お茶、おしこい、おしこいっていうかね、どうやって釣るんだよ、釣り方わかんない、なんか親切丁寧なチュートリアルがあるわけではない。ここだ、逃げられるんですね逃げられる、それやり方教えてくんないと最初逃げられちゃうの、そりゃそうだよねっていう話なんですけれどね、なんとかこう魚の次の影をね、探しながらねうろうろしておりますけれどもね、島全体はね大きいんですけれどもね、大きすぎないですね、ちょうどいいサイズ感といったところで、移動がめんどくさいみたいな感じがなくてですね、非常にいいサイズ感だなと思っております。でもねゲーム序盤だとまだ行けないところがあるんですよ。川に囲まれちゃってるところ、川を越える方法ができてくると島をさらに広く移動できたりとかできるのかななんていうところだと思うんですけれども、今はまだ超序盤初日なので、ちっちゃいところで今やりくりをしておりますね。はい、魚さん反応してくれよ、来た、お、来た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 、頑張れ頑張れ、釣れた釣れた。これは何が釣れましたか。ブルーギルを釣り上げた、釣れちゃったって言わないで、いやいやいや狙ってたんだよブルーギル、いやブルーギル欲しかったんだわ、そういう強い気持ちを持ってねやっております。だからこいつに、ね、ちょっとね自慢しに行きました。おい俺をお前釣れたぞおいって、ね、しつこく話しかけるわけなんですよね。そしたらこのちゃちゃまるさん、なんか知らんけど僕にお礼を言ってくれましたね。そしてなんかをくれたんですねごめんちゃちゃまる、俺なんか魚釣れて自慢しに来たけどごめん。メッシュキャップもらいました、赤の可愛い色のメッシュキャップ、あーこれかぶろうかな。あ、早速、いやいやいや、ちゃちゃまるのもらったものすごい気に入ったから嬉しいよ、ありがとうちゃちゃまる。よし、赤いキャップをかぶるぞね、かぶってみたところでこのキャップは紫でした。どうしてどうしてだよどうして、まあいい、でもすごい可愛い、可愛いですね。でなんかちっちゃいあれ豆吉だっけ、名前ちょっと忘れちゃったな。豆吉がねこっち見てますね、どう似合うね、似合うね豆吉、豆吉、よし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 、ということでね釣った魚をですねたぬきちさんのとこに持ってきました。なんかね新しい生き物見つけたよみたいなね項目がありました。たぬきちさん、これは新しく捕まえた生き物を、なんかね生物博士みたいなところに送るんだそうです。たぬきちさん何でも知ってるから生き物のこと。博物館長ねというわけで博物館長に渡しましたというところで、そうするとですね、まあアプリにですねなんかこう生物のなんかいろいろ見れるんですね。捕まえた生物たち生息時期とかがあったりしてね、そんな感じですけれども、まあそんなわけでね、じゃあ続きましては、そうこうしてる間になんかね DIY で作れるもののレシピいろいろもらえたんですよね。しょぼい網とかね虫網なんかがね
作れるようになったり焚き火が作れるようになったりしてますので、この辺ちょっと作りたいよね、まあ、まずはね、作れるものをどんどん増やしていって作れるようになっていきたい、葉っぱの傘なんていうのもありますからね、まあ、この辺ちょっとねまるっとまとめて作りたいねといったところですね、まあ、そんなわけでね、木の枝とその辺に生えてる雑草とかも全部取れるんですね、こうやってね、雑草とあとは石とかも必要ですね、斧には石が必要だったので、石は石で、あ、え、ちょっと待って、蜂、ちょっと待って、え、なにこれ、え、いやいや、ちょっとやめてやめてやめて、え、ちょっとやめろ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 、あ、蜂、なに刺された、ちょっとやめて、あんな古典的なとこ刺されるね、やめてよ。まあ蜂の巣ゲットしたわけなんですけどね、これこの後ですね、薬を作って薬で目の腫れを治しましたといったところなんですが、そうこうしてる間にですね、まあ、頑張った甲斐あって焚き火作ることができました。本当にありがとうございます。じゃあ焚き火ファイヤー、いいですね、それっぽくなってきて、喜びの舞、嬉しいですね、こういうコツコツと作り上げていけるのすごい嬉しいですね。さあそして虫網もゲットしたので、さあ虫を探そう、虫を探そうぜなんですけれども、ちょっとその前にこうちゃちゃ丸にちょっといじちょっといじいじろうか、こいつをえいね、ちゃちゃ丸、これ見て、これえいね、ちゃちゃ丸ちょっと角度変えて、あーごめん話しかけちゃった、もうちょっと距離を移動して、もうちょっと距離開けてこっちかな、こっちかな、いや見えないから角度違った、この辺からこう、いやいいね、よしよし、あ、ちゃちゃ丸なんか、あ、え、ちょ怒った、あ、すごいプンプンしてる、めっちゃプンプンしてる、え、あ、え、わ、めっちゃ怒ってる、ごめんちゃちゃ丸ちゃちゃ丸ごめん、マジでごめん、え、ちょ、ごめん、ちゃちゃ丸怒っちゃいました、当たり前だよねって話なんでね、ごめんちゃちゃ丸、ちゃちゃ丸ごめん、この子どうかな、この子も怒んのかな、ペシ見てますね、距離を取りつつペシやめえっちゅうのね、ほんとね、怒られたんだからさっきやめろよって話なんですけど、この子は怒りません、多分怒らない、ほら、あー、この辺のなんかその案内役の子たちは怒らないですね、というわけでね、葉っぱの傘を持ってご機嫌です、イエーイっつってね、ご機嫌なんで、ちょっと記念にね、ちょっと写真でも撮ろうかなと思って、スマートフォンから、カメラのアプリがあるので、ちょっとやってみます、はい、ズームしてこっち向いて、お、いいね、目線いただきました、いいね、ちょっと近すぎっかな、あー、ちょっとこれフィルター変えたらなんか色がすごいやば色がやば、ちょっと薄、え、ドラマチック、これいいね、これで撮ってみようかね、パシャみたいな感じでね撮っちゃったりなんかしておりますね、さあそんなわけで、あ、やっとこう虫がいたぜと、虫を、はい、いやー虫ゲットですよね、これはモンキチョウを捕まえた、黄色くてキュートということでね、捕まえたモンキチョウをポッケに入れるっていうですね、怒ってる、もうそろそろちょっと勘弁してくれるかな、あ、どうやらご機嫌直してくれたみたいですね、これ今一瞬ですけれども、プレイ的には30分以上やってますというわけで、捕まえたモンキチョウですね、またたぬきちさんのところに、預けに来ました、博物館長に、調べてもらうのに送らせてもらうので預けちゃいましたよといったところですね、可愛いんだよね、いちいちね、その住民たちの反応が、ね、そんなこんなやってるとですね、赤いパンジーの種をもらいました、地面に植えて何日か経てば綺麗なお花が咲くそうなんで、これちょっと植えてみたいんですけれども、あのクラフトできるものもちょっとこうしてる間にですね、どんどん増えていったんですよ、クラフトできるものほら一気に増えた、斧とか作れるようになってますねといったところなんで、で、じょうろも必要なんで、じょうろとかも作りたいので、またね、例によって素材を集めております、木の枝ゲットントン、頑張っております、雑草とかもね11溜まってます、これコツコツ集めるのとかは俺結構好きよ結構好きよ、で、あ、石あった、石あんまねえんだよな、石ね、石まあゲットして、あのね、でっかい石とかもね、あれ割れます、割ることができますね、というわけでね、しょぼい斧を作ることができたよと、作っちゃえ、よいしょよいしょ、よーし、いや、また工具箱なんですけど、これしょぼいものですよということでね、ところでこれ何、この機械何、これゲームセンターのゲーム、違う、タヌポートだって、島での暮らしをより楽しんでもらうためのサービスを提供するということで、ここでですね、タヌキショッピング、マイルを使った
じゃなくてベルか、ベルを使ったお買い物ができると。別の島から取り寄せるので日にちがかかりますけれども、お買い物ができるのと、これちょっと便利に、ビッグダディ、あ、ちょ、マスク、今買い占められてないマスク、ここにあったマスク、おいちょ、ビッグダディ、タオルってビッグダディみたいになっちゃうけど、あれ、ということで、斧をゲットしたということで、完全にヤバいやつですね、これね。斧を持ってね、走り回ってたらね、ちょっと危険ですけどもね。木をね、コツンとやるとですね、木材が手に入ります。これがあることで、まあ、新たにね、別なものが作れるようになっていくよねということで、もう、また蝶々がいたので、ゲットントン。これは、アゲハチョウ、捕まえたアゲアゲだね。よくそんな明るい感じでいられるな。いやでもこんなね、自然あふれるところでね、自由に生活してたらね、気持ちもアゲアゲだわね。みんなも楽しく気持ちアゲアゲでいきたいよね、そんな人。あ、ちょ待って、何する気だお前、やめろやめろよ、やめろよ。ちゃちゃ丸に何する気だ、その斧で。おい、距離を取って、そうそう距離取って、ブン、危ねえ、おいやめろっつってんだよ、やめろ。あ、え、あ、見えない見えないバリアか何かに守られてた。いやさすがにそうだよ、当たり前だろ、これセロ A だから。セロ A だっけこのゲーム、セロ A だから。それねえんだよそういうの、住民に攻撃とかねえんだよ、せいぜい虫網でパスパスってやるだけなんだよよ。そんな危険なことは絶対皆さんやめてくださいねということで、斧でちゃちゃ丸を叩いちゃいけませんと。ちなみに僕の村の住民はちゃちゃ丸と、もう一人なんちゃらかんちゃらなんですけど、それぞれみんな違うんだよね、名前とか容姿もおそらくね。で村とかもいろいろ違うんでしょ、村っていうかもう島とかもいろいろね、それぞれ違う、いいよね、みんながそれぞれにそれぞれの楽しみを。まあ言っても村、村というか島によってね、強い弱いはないと思うんだけどね、結局何もないんで。というわけでね、言ってる間にじょうろを作ることができました。じょうろを作っちゃいましたということでね、じょうろがあるということはパンジーの種を植えてもいいよねっていうことでね、ちょっとこの辺に植えちゃおっかなーなんて考えております。1個植える、これパンジーの種の植え方がこれ1個ずつこうやって植えるしかないのかな、なんかこう効率よくパパッと植える方法ないのかな。ちょっとまだね、あの操作まだ分かんないこともいろいろあって、ね、ちなみにこの段階でね、多分ねダッシュで走れるんだよこのゲーム。ダッシュ、バツボタン、バツじゃない、 B ボタンを押しながら十字キーを押すと、操作すると走れるんだけど、この段階でまだダッシュがあることに気づいてないはず。ということでね、じょうろでね、はい、はい、ないところにね、これあるあるなんだこれ。あるあるだから、じょうろで注ぐときにゲームの中で何もないとこに水あげちゃうみたいな、結構あるあるなんで、その辺は勘弁してちょうだいよね。ほらほらほら、やっちゃったやっちゃった。まあでもこれね、ただこれね、多分リアルタイムが過ぎていかないとダメなんで、これね、ゲームやっててゲーム内で時間が過ぎて咲くとかじゃないと思う。実際次の日とかにならないと芽が出てこないんじゃないかなと思います。でリアルと、あ、というわけでなんか柵とかもあったんでね、これ置いてみたんだけど、ちょっといまいちだよねって、やめました。やめましたよねということで、さあまたたぬきちさんのところにやってきて、さあ何をするのかなというところなんですけれども、どうもどうも。さあ、生き物たくさんね、虫網なんかで捕まえたり、魚釣りとかしながら捕まえまくってましたね。さっき捕まえたアゲアゲのアゲハチョウをね、タヌキッツさんにまたお願いしましょう。もちろんオッケーだよ、連れてって連れてって、かわいいな。おい、あら、ちょっと待って、ちょ、タヌキチから、タヌキチが電話来てる、なんの、ちょっとここは黙って見てましょう。お前泣いてんのかって、しまる住み込みの管理にちょっと違和感感じまくりなんだけど。かわいい。何誰さ、例の博物館長、博物館長フータ、この野郎。博物館長来ることになりましたね。というわけで博物館長が住み込むテントをですね、設営するということで、その設営場所も自分で決めれるということで、さあどこにしようかなというところなんですけど、これで左側にね、あのたぬきちさんが
生息してる場所がある、そのすぐ横にしてやった。いや近い方が便利だろうとか思って、効率的にねやっていきましょうということでね、テント、ちなみにこの風太さんの博物館長のテントはですね、これもおそらく日にちが経たないと来ません。翌日にならないと。だからこの後プレイしてたくさんね魚釣ったり虫とか捕まえたりしたんだけど、たぬきちさんも預かってくれなくなっちゃったんで、どうしようかみたいな感じですごい持て余しちゃってましたね。まあそんなわけでね、またちょっとねモンシロチョウ的なやつがいたから捕まえたり、白くてチャーミング、斧を持って、あ、ちょっと待って、またハチ、ちょっと待ってよね、ちょ逃げ逃げだ、逃げ逃げ、ふざけんな、冗談じゃない、もう捕まってたまるか、おりゃダッシュで逃げてる。うわー、ちょっとめっちゃしつこい。めっちゃしつこい。やめて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 。ちょっと待って、しかもなんか差が縮まってきた。差が縮まってきた。やばいやばい。まずいんじゃないか、まずいんじゃないか、まずいんじゃないか。あー、捕まってしまったわけで。え、これ逃げられないの、これもう。絶対逃げられないから。対抗策ないんか、畜生。まあ、蜂の巣取るか。畜生、やめてくれよ。まあそんな感じでやってるとですね、マイルが溜まったかな、そろそろ。あ、マイルが溜まりましたね。5000マイル溜まりました。これで移住のためにかかった費用全部ですね返済することができました。あとは自由にしろと、そういうことね。いや、まあ最初から自由にしてたような気がするんだけど。ちなみになんだけど、テント生活の具合はいかがか。まあね、まだ1日も経ってないんで、良くも悪くもない、普通かな。じめてんのかな。馴染めてるんでしょうか。家建てれんの。それなりに値は張るだろうね。家だもんね。何千万だ。何千万だ。何千万だよ。おー、ということでですね、お金を返、お金というか、まあ、移住費用を返済すると、タヌポートで、この右下のやつですね。あ、ちなみにこれ、移住費用を返したら、キャッシュバックありましたね。500マイルゲットとか 10% キャッシュバックしましたね。で、タヌポートで、マイルを使ってアイテムと交換ができるようになりましたね。マイル交換サービス。やったー。嬉しい。じゃあちょっとどんなものと交換できるのか見てみましょう。タヌキマイル交換。マイル旅行券とかね、なんか右側にプラス会員限定って書いてますけど、これ何なんですかね。いや俺 PS プラス会員だけど。いやこれ PS じゃねえから。任天堂スイッチだから多分関係ない。これ何なんだよ、これ何なんだよ。え、どういうこと。え、なんて書いて、マイホームを契約のお客様向けサービス、マジか。いやそれはマイホームじゃ建てるしかない。なんかマイホームまだいいかなとかってちょっと思っちゃって自分がいたんだけど、いやこれもう早急にマイホームだ。マイホームね、まあ、プラス会員じゃなくてもいろんなものがね交換できるよねということなんだけれども、まあまあ結局なんか家に使いそうなものとかいろいろあるよねということなんで、もういい、マイホーム建てるわ、私マイホーム建てる、夢のマイホーム、マイホーム建てるわ。着いた。98,000ベルのローン、お値打ちじゃね。ちょっと待って、だって移住生活の値段が確か49,800だったよね。だとしたら家の値段安すぎね。なんて安いんだ。というわけで屋根の色を決めろって言われたんで、まあどうしようかな、まあ、赤で OK ということなんですけれども、家自体も翌日にならないと建たないということですから、まあここまでね育てたキャンプですよ。見てこれ、いろいろあるでしょ。なんかちょっと賑やかになったなと思ってね、このキャンプというかテントもね、え、何もうおさらばな。ということで記念撮影を一応しておきましたみたいな感じで、みたいな感じで約3時間ぐらい、まあのんびりプレイしたんでね、のんびりプレイしたんで、これで約3時間といったところです。でこのゲームだから1日のうちに5時間6時間とかやってどんどん進めていくっていう感じじゃなくて、まあちょこちょこっとやって、で次の日に効果が現れるみたいなのとか、
その日をまたぎながらね、ちょろ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 っと遊んでいくみたいな、まあもちろんまだまだ遊べるところはあると思う。あのマイル貯めたりベルを貯めたりとかね、とかもできるんで、まだまだやれることはたくさんあるんだけれども、今言った通り、まあ、ちょっとずつ遊んでいくようなそんな感じなのかな。まあこの辺ちょっとね、マイデザインもね、ちょっと工夫してやっていきたいななんてちょっと思っておりますけれどもね、といったところです。はい、というわけでね、こんな感じのね、ゲームプレイになっておりました。まあ正直ね、1日3時間やったぐらいで、なんかこのゲームがこんなものなのかって、なんかなかなかつかみ取れないところもあるとは思うんですよ。なぜなら、日をまたぎながら、季節をまたぎながら、それこそね、今春だけど、冬にやったらまた違う表情なんでしょ、このゲームってね。そういう感じのゲームなのさ。なんかクリアまでダダダッと1週間集中してやって終わったみたいなゲームじゃないんだよ。じっくりずっと遊び続けるゲームなんだよね。で、なおかつそこに癒しがあるとなったら、それはもう遊ばずにはいられないよね、なんてちょっと思っております。日々の生活に疲れた大人の方にこそ結構いいゲームなんじゃないかななんて僕は感じちゃったんですけれども、皆さんどう感じましたでしょうか。非常にいいゲームだなと思っておりますので、気になった方はぜひ参考にしていただきつつ選んでみてはいかがでしょうか。というわけで今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。